このデザインに僕ちょっとやられてるんですがなんと広角が2億画素あっという間に周りの絵を AI が描いてくれるすっごいですよこの AI <laughs> 皆さんこんにちは戸田聡です今回はですねついに出ました Galaxy S24 のウルトラとですねまあ、無印の24とレビューしていきたいと思います超速報という形でねご覧ください 実は僕も購入してます。今回はですね、ギャラクシーの最新ハイエンドモデルですね。 S24 S のウルトラと S24 をですね、速報レビューという形でお届けしていきたいと思います。こちら大きい方が S24 のウルトラでございます。画面サイズが6.8インチ。もうタブレット寸前というのは大げさですね。大画面スマートフォンかなり大きいですね。えー、でこちらが S24 ウルトラつかない無印の方ですね。でこちらが6.2インチと。どちらも有機 EL ですけれども、解像度がね、違いまして、ウルトラの の方は 1,440×3,120。無印の方は 1,080×2,340。やっぱだいぶね、違いますよね。いろいろとね、もちろん値段も違いますので、当然ね、違いがあって当たり前なんですけれども、両方ともですね、ダイナミックアモーレットの 2X、両方ともですね、もちろん u q l 1 2 0 h z の最大リフレッシュレートのディスプレイを搭載しておりますが、うーん、僕はですね、 もちろん価格差はありますけれども、このウルトラのディスプレイがめちゃめちゃいいと思ってまして、そのね、何がいいと思ったのかを今からちょっとね、お見せしたいと思います。このね、ちょっと今光が映り込んでるのを見ていただけると分かると思うんですが、こっち側ね、 <laughs> すいません。両手使ってるので、指させないんですけども、画面で見る右側、大画面の方ですね。ウルトラは映り込みめちゃめちゃ少ないの分かりますよね。で、左側の無印は思いっきり映り込んでますよね。左側が普通のスマホなんですが、ウルトラはですね、低反射のコーティングがされてると思います。光が当たった時にちょっとグリーンっぽく見えるのがあるじゃないですか。あんな感じの処理がされていて、乱反射が少ないためにめちゃくちゃ綺麗なんですよ。 本当に画面がね、まず綺麗だなと思いました。さらにですね、めちゃくちゃ明るくてピーク輝度がですね、2600ニット。これは両方ともですけれども、ちなみに S23 ウルトラが1750ニットなんで、相当明るさがアップしてますよね。この額縁の細さよって感じなんですけど、めちゃめちゃ額縁細いですよね。しかもね、これウルトラ見ていただくとわかりますけれども、画面サイズが大きくて額縁が細いので、より細く見えるわけです。ちょっとね、デザインも見ていきましょうか。 このデザインに僕ちょっとやられてるんですが、まああの無印はね、一般的なこれまでのスマホに近いようなデザイン、それでもね、かなりかっこいいですけれども、ウルトラはですね、これ、側面とか金色に光ってますけれども、くすんだ金色ね、チタンなんですよ。 そこに色違いのこうバックパネルを入れてる感じで、めちゃくちゃかっこいいなと思いまして、特にね、この色合いいいですよね。これはね、今回ドコモモデルレビューしてますけれども、なんと今回からですね、サムスンが直にシムロックフリーも販売するということで、そういう時代になったということですね。で、あとですね、バッテリー容量が5000と 4000mAh という形になっております。いつもキッチンスケールで計測するんですが、今回はね、ちょっと時間節約のためにカタログのスペックで 重さ申し上げますが、ウルトラが 232g、さすがヘビー級ですね。無印が 167g となっております。まあ、重量は妥当なところかなと思います。ベンチマーク、ね A、のスコアをいつものようにギークベンチ6で紹介しています。1個しか取ってませんが、基本まあ一緒と思ってもいいかなと思います。搭載しているチップはですね、スナップドラゴン8 Gen3 のモバイルプラットフォーム4ギャラクシーというね、独自にちょっとカスタマイズをした最高性能のチップということで、ベンチマークのスコアもすごいですよね。 まあ、ちょっと前までですね、1000の後半だったんですが、もう2200ぐらいまでね、シングルカーで来てると。マルチコアももう6000超えてるとも。もちろんね、測り方によってはもっと出ますけれども、まあ大体こんな感じということで。メモリーはですね、12、8、あとは構成によってちょっといろいろと違ってきますので、そこはね、あの、購入先とかで違ってきますので、チェックしていただきたいと思いますが、どちらにしろもうハイエンドでございます。で、当然ですけれども、5G に対応しておりますが、ちょっとね、 あれと思ったのが Wi-Fi 7にまだ対応していないようでございまして、この後のアップデートとかで対応できるかどうかもちょっとわからないというね、感じなのが個人的には残念かなと。もうこのタイミングですからね、6E 対応ではなく、やっぱり7に対応してほしいなと思ったんですがね、そこが個人的にはちょっと残念だったなと思っております。これもね、両方とも一緒なんですが、指紋センサーね、 搭載しております画面内蔵ですね。非常にレスポンスも良くていいと思いました。今回はですね、これ僕が使ってるね、iPhone15 Pro とウルトラでね、写真を撮ってきましたので、カメラの比較をちょっとしてみたいと思うんですけれども、ウルトラはですね、なんと広角が2億画素。2億画素ですよ。1000万じゃないです。2億画素。超広角が1200万画素。 望遠が高額5倍が5000万画素。高額3倍が1000万画素と。もう数字が多すぎて何やらわかんない感じになっておりますが、こちらがですね、今標準で撮影しました。もう両方とも綺麗ですよ。文句なしですね。ただね、砂の立体感は、もちろんね、ディスプレイの性能を含めてですけれども、ギャラクシーの方が出てるかなと。この砂のね、人の足跡のザラザラ感は、ギャラクシーの方が出てるかなというふうにちょっと思いました。 続いてですね、超広角で撮影しました。これも、まあ、好みの差ですけれども、ギャラクシーの方が木の枝がよく見えません細かい枝がいろいろあるのが。こっちなんかちょっとあまり見えないですよね。まあ、カメラはね、正直言って、その、うん、精細さとかは当然ね、後から出てきてますから、iPhone もベンチマークにしてるでしょうからね、僕はギャラクシーの方がカメラ優れているかなと。 ちょっと思いました。これがね、標準のズームで、iPhone これ3倍です。今ね、Galaxy これ2倍なんですけど、3倍とかね、ズーム倍率が違うので、こちらね、標準でできるズームの範囲内で今ね、ズームしておりますけど、iPhone はここまでです。ここまで。Galaxy は標準でさらにいけます。これ、標準っていうかそのカメラにした時に、ズームの倍率がね、0.6とか1、2、3とか出るじゃないですか。その範囲内のズームでございますけれども、拡大をしてみても、 全然荒れる様子が、まあ両方ともないんですが、まあここからなんですよ。ここからなんです。でね、ギャラクシーの方は、これね、1倍。はい、どんどん倍率上げていきますよ。これね、最初これですから。あの肉眼でもこれです。こんだけ離れた塔を取ってます。でね、どんどん行って、これね、もう30倍。で、これね、100倍です。 30倍でもこんなに荒れないんですよ。僕ね、S22 のウルトラ使ってましたけど、全然違います。圧倒的に綺麗です。で、100倍にしてもですね、こんなに荒れてないんですよ。もちろんね、ぼんやりはちょっとしますけれども、全然大丈夫ですね。30倍まではもう本当に実用性高いです。高いです。ちょっと縦にしてみましょうかね。 30倍こんな感じでもうサビの様子とかまでしっかりとね映ってます十分使えると思いますね で、カメラね、ちょっと映しますけれども、ズームが3倍、5倍、10倍と、ここまでは標準で、で、10倍以上はスワイプする形になります。で、さらにですね、AI の機能がめちゃめちゃすごくて、僕は実は感動してですね、もう購入してオーダーしております。届くの待ちの状態なので、今回はちょっとそこをレビューということで、全部は紹介しません。僕の買ったのが手元に届いたらまたね、細かくいろいろと紹介していきたいと思いますが、ちょっとね、注目していただきたい AI 機能をいくつか紹介しますね。 でまずねちょっとねこれはね面白いんですけれどもこれ普通ねこうやって写真撮るじゃないですかこう、まあ、曲がっちゃったわけですよ、まあ、こういうことありますよねでこれをねどうにかしてあげようという話ですわでこいつをですね編集してあげますで角度をこう変えますこれでほぼまっすぐですよねでもねここ注目してください皆さん周り今なんかこう市松模様みたいになってますよね ここを生成してくれるんですね。ちょっとねアップにして作業してみますね。それではねこれから生成ボタンを押します。この辺とかね斜めっていうのもねよく見といてください。はいではね今生成しております。これねあっという間に周りの絵を AI が描いてくれるっていうですね。この機能どこまで使えるのかなとこう思ったわけですが、ちょっと待っているとですね結果が表示されますね。はいできました。 これ見てください皆さん。このボードみたいなやつ、伸ばして書かれてることわかりますよね。AI でこうやって書いちゃって、まっすぐな映像に近いように見えてるんですよ。これね、元の画像こうですよ。ほら。わかりますこれどうしてこの周りを分かったんだと。<laughs> すごくないですかすごいですよねこれ。ほら。こんな感じでですね。 書いてくれるんですよ。これすごいなと思いました。それからね、他にもね、AI の機能いろいろあるので紹介していきますね。こちらにですね、今、こちら iPad でね、僕のセカンドチャンネルを再生します。僕一人で喋ってますので、それをね、ちょっと録音してテキスト化してみますね。もちろんね、全部はいきませんが、ちょっとね、ある程度やってみます。 こんにちは、田悟です。今回はですねちょっと年を取る話シリーズ <laughs> たまにねお届けしております40代50代の挑戦を諦めたみたいな話もね以前させていただいたんですが僕もそうでしたところが40はいということでね今ちょっと録音してみましたのでこれを保存してねテキスト化してみますね今ね1分程度喋りましたけれどもこれで、ね、文字起こししてくれますでちなみにこれからね翻訳とかもやりますけれども このね、AI ローカルでできるっていうことで、それがね、すごいんですけど、ちょっとね、文字アップで見ましょう。若干、間違ってるところありますけど、かなり正確ですよね。90%ぐらいはうまくいってるかなと思うんですけども、非常に正確にできました。で、さらにこいつが、ようやくできるんですよね。今ね、ようやくしておりますけども、早、はい、はい、ほら、もうこんなにようやく、すっごいですよ、<laughs> この AI。 ローカルでおそらくねやってるんだとこの勝利もね思いますけれどもこれを見ただけで僕は購入を40%ぐらい決定しましたでさらに実はね通訳機能もすごいんです通訳機能をね使っていきたいと思います通訳はですねすぐにアクセスできるように上からさっとこうタスクを下ろしてあげるとこの中にですね通訳っていうのがあるわけですよ でこれでねもう通訳できるんですね日本語と英語でやってみますよこんにちは今日は雨が降っていますがどこかに出かけましたか僕は天気になったら海に行きたいと思っています to to このねまず速さがすごくないですか 本当にこれならね、会話に使えると思ってますし、僕噛んだところもちゃんとできてますよね。続いてですね、ちょっと S ペンで手書きをしてみます。ちょっとね、モアレが出るんでシャッタースピード落としてるので、今はね、残像が映るかもしれませんが、気にしないでください。ではね、ちょっとメモを書いていきます。ちょっとね、会議の儀とかも適当に書いたし、名前とかもね、かなり適当ですよね。でこれをね、ちょっと、これを、囲ってあげて、テキスト化 テキストに変換してみますすよ。どうです100%完璧でですすよ。よ恐ろしいほどのクオリティですよね。完璧にテキストができるんですよね。これがね、僕が購入を決めた2割ぐらい、それから通訳機能が、まあ、3割ぐらいの感じですかね。もうこの辺で、これは買うぞというふうに、まあこれは前からあったんですけどね、決めました。で、囲って検索機能ってあるんですよ。 でね、これは Google の機能なんですが、これね、ホームボタン長押しすると、ここでね、囲って検索ができるんですが、指だとね、やっぱりね、大きくなっちゃうんですよ。で、このね、ペンを使うと、こうやって細かく囲えるわけですよ。で、これでもう検索できるというですね、なかなかね、便利、かつレスポンスも早いということで、まあね、 めちゃくちゃこう進化して、AI もすごいし、S ペンの使い勝手も進化しているし、ちょっとね、思わず僕は購入をしてしまいました。さてで、気になる価格なんですが、キャリアでも買えるんですけども、今回はサムスンのね、ショップで買った場合の価格を紹介します。こちらね、S24、無印の方ですね。124,700円。にゴロの8ギガですで。5 1の8ギガが139,000円となっております。 で、ウルトラですね。えこちらがですね、ニゴ頃の12で189,700円。うーん、iPhone15 Pro Max が189,800円ですから、100円安いというですね、なかなか気の利いた価格設定でございますね。で、5 1の12で204,100円。1 t ラの12で233,3000円と、 いうことで、僕はですね、日頃の12を購入して今到着待ちです。えー、なんで日頃なのっていう話なんですが、やっぱり値段が安いのと、まあね、そ写真とかもちろん撮るんですけど、クラウド使うので、まあ、日頃でもいけるかなという判断で選びました。 後で後悔するかもしれませんがね。ということで僕はねそんな形で見頃の12を今回購入して到着待ちしております。届いたらですねまた詳しく使用感とちょっとしたらレビューしていきたいなと思ってます。新刊が出ました 仕事と勉強ができる人のリアルノートメモ術ですね。正方形中もフルカラーでとっても読みやすく役立つ本になっております。この本を読んでですね、あなたもノートメモの達人を目指してはいかがでしょうか。詳細はね、概要欄にありますので、ぜひ見てください。よろしくお願いします。今回はね、Galaxy S24 シリーズ2製品紹介しました。僕はウルトラを購入しましたが、無印もとてもいいと思います。やっぱりね、AI がすごいですよ。このローカルでできる AI にはちょっと驚きました。 海外旅行とかね、海外の仕事にもも大活躍するのではないかなと思って、僕は購入を決めた次第です。また詳しくレビューしていきますが、点数も超高得点90点を今回つけたいと思います。スマートフォン進化が止まって、僕もね、なんかちょっと結構諦めの気持ちというか、もうしばらく買わなくてもいいかな、みたいなところも結構思っていたりしたんですけれども、 やっぱり AI がガンガン進んでくるとですねめちゃくちゃ魅力を発揮しますねちょっとね驚いております今回も動画をご覧いただきありがとうございましたチャンネル登録グッドボタンぜひよろしくお願いしますそれからメンバーシップもスタートしておりますので興味のある方は是非参加してください、えー、メンバー先出しの、ねえー、動画公開とか メンバー限定のライブ配信それからねリアルのイベントの優待等もございますまたメンバーシップに加入していただきますと戸田悟ファンクラブに無料でご招待しますでこの戸田悟ファンクラブでは抽選でですね毎月僕がレビューした製品の一部大体5製品から7製品ぐらいが多いんですがプレゼントしておりますのでふるってご応募ください。